県内では2度目の緊急事態宣言が適用されてから初めての日曜日を迎えました。観光地の熱海駅前では通常の日曜日のようなにぎわいはないものの、大きなカバンを持った観光客の姿が見られました。埼玉、神奈川など関東地方から来た人が多かったということです。我慢したいという気持ちはあったんですけど、まあ、ちょっと、まあ、そんな遊びに行く方でもないんで、まあ、たまにはいいのかなという気持ちがあったので。緊急事態宣言では県をまたぐ移動や往来、不要不急の外出は自粛するよう求められています。